エイコゴー。どうも皆さんこんにちは、始まりましたエイコゴーということで、今日もですね栄光に向かってゴーしていきたいと思います。どうぞよろしく。さあ本日は何をやるかと申しますと、こちらをご覧ください。どうぞ。さあこちら北斗の拳、完成いたしました。言っちゃっていいんですか、サミーさんが来てくれて作ってくれました。いろいろと配線が間違ってたみたいですということでそうなんですよ、はい、全部やってくれて、はい、ただそのサミーの方も2人で来てくれたんですけど、はい、1人カム君と同い年で、はい、だから大学生の時にめちゃくちゃハマってそのままサミーに入ったいやでもこれすごいっすよね。繋いでくれたんですけど、はい、出来上がったところでちょっと打っていいですかって言って、しばらくここで打ってからお帰りになられました。サミーの社員の方々もテンション上がるというですね、うん、こちら北斗の拳。今日はですねこちらをちょっと打ってみようという企画でございます。そうですね、できればボーナス引きたいですよね。そうですね、ボーナス引くぐらいまでは行きましょうかね。はい、うわー懐かしいなー。では早速打ってみたいと思います。懐かしい。おお、こうなんか演出家だったらバーだよね。そうですね、北斗図柄を少し下に落とす感じでいくと、スイカチェリー両方、ね、懐かしい、ハマってたなこれ。まずはチェリーだね。チェリーかスイカを取ってボーナスのチャンスを。そうですね。ちなみにこれ設定っていうのは6です。あ、6なんだ。はい、で今日までの間に何回か僕打ちましたけど、はい、あ、ストック貯めときました。はい、6って、はい、すげえ当たるなっていう。あ、マジっすか。はい、だからもしかしたらあの時ホールで6って打ったことないんじゃないかと思って。あ、あ、これってチェリーです。チェリーチャンス、チェリーですよね。どこ狙うんだっけ、チェリーって。バーか。いきますよ、よいしょあ、じゃあチャンス目ですね。チャンス目だ。はい、チャンス目でも上がるんですよね、ちゃんと。それ設定関係あったか覚えてないけど。戻すか。はい、6だと上がるんですよね。そうす、これっす。チャンス今、え、ベルで青いランプつきました。 え、マジで。はい、これっす。チャンス今、だから今降格以上に。なるほど、ここでチェリー引けば確定っすね。そうですね、来い。そうだ、ベルで青いランプとかあったな、懐かしい。スケベル落ちんな、頼む。設定6って俺リアルなホールで打ったの人生で1回かな。でも設定6ですっていう風になって札が刺さって打った時に、7万ぐらい使ったかな。わかる。だからそういうのあったんですよね。天井までハマるとかもありましたもんね、設定6で。やっぱ引きですよね、北斗。広角にいる間に上げたいですね。上げたいね。今逆回りだったんじゃないですか。え、嘘。はい、だからやっぱり広角つか、あ、ありましたね、うん、階段登るのが、うん、逆回りってパターン。違うかな。これでも脱げなかったな。これなくなったらどうしてですか。左のベッドボタンを押してみてください。で、長押しすると、うわー、すげえ、夢の夢のクレジット確かにこれでしたよ、これ。そうですね、
あ、取りこぼした。スイカですね。スイカだ。ここね、もうちょっと僕が遅く、そうですね、このホット袋をちょっと落とす感じに、下に。そうだ。でもさっきの広角からまだ落ちてなければ、そうっすね、チャンスですよね。チャンス結構ありますけどね。倒さない。お、サウザー戦、もしかしてあのスイカが可能性はないくもないですよ。そうですね、はい、原子炉攻撃。懐かしい。あ、原子炉攻撃かわされた。いや、サウザーだ。懐かしい。天空に極星は二つはいらぬ。懐かしい。死になっちゃいましたね。入ってないか。やっぱ日引かなきゃダメだな。そうですね。ホールだったら大移動してるよ、もうこんな。だからやっぱり6掴めないですよね、まあ、分かんないんですよね。全然落ちねえじゃん。スイカも来ねえじゃん。ジェリーも来ないじゃん。すでに5万入れてる感じで打ってみてください。5万円はい。もうレバー連打しても5万入れてる。こんな感じ。じゃあ5万使ってるんだけど、はい、夕方5時でこの台に設定6の札が刺さった。設定6の。あ、チャンス目でした今。チャンス目。1ゲームの回そうっていう。もう財布に2000円しか入ってない。やばいっすねそれ。したら俺も財布に2000円入ってしかってたのをメール打ってますね。誰が設定6買って金貸して。これぐらい消えてないですね。来た来た。さあ狙いますよチェリー、はい。天国だったらあれでも確定したっけ。いや、天国でもう4匹はほとんど何も変わんないですね。バットがレバーでこけて、あ、あ、これはチャンスか。これは確実に中段チェリーのパターンじゃない。いきますよ。そうですよね。よいしょ。来た。来たー。うわ。これが三つだったらね。三つだったらちょっとなんかおおと思うんですけどね。とりあえずここから、はい、32ゲーム。はい。4分の1の確率で32ゲーム以内に当たります。はい。言います。演出いっぱい来いよ。いいよー。そうそう。さあ。あ、おおおお、こんなガチャガチャ動くときはあれですね、あるパターンじゃないですか。あれが任せた。きたー、ラオステージ。おチェリー来た。さらにここで引け、ここでさらに引け。よいしょ。あ、ダメか。さすが設定6ですね。来てくれよ。フェイクはいいよ、もう。フェイクはいいから、もっと来いっす。もっと賑やかになれ。あれ
ラオステージ行ったらおとなしくなったな。そうですね。やばい。あ、スイカ。212って言いましたよね。今のスイカで上がる可能性もありますしね。確かに。スイカ落ちてきた。あ、やべ。でも確かにこの、おお、デカオーラですよ。よいしょきたー、これは来るっしょ。来ましたね。気持ちいいですね。なんかね、確かになんか子役のね、波があった気がしたんだよな。で、子役落ち、スイカとか引いたら、あれそろそろ来るかなみたいな、うん、これも、一回トイレですね。そうですね。一回おしぼりで、台拭いて、うんってない。いた、いた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 。そうそうそう、そうだ、懐かしい。待っていたぞ、ケンジ。懐かしい。懐かしい。もう揃えられんだっけ。揃えられます。よいしょ。何オーラ。おお、緑緑緑、すげえ。すごいすごい。さあ、もう何年ぶりでしょうか。ここ10、もう20年ぶりぐらい、久々にバトルボーナスやらせていただきます。とにかくケンシロウが勝ち続ければ、はい、勝ち続けるというか、ケンシロウがやられない限りずっとバトルボーナスが続きます。一回で150枚ぐらい出るんで、はい、3連もすれば一応だから、もう450枚、500枚そうですね、感じなんですよね。で、これの、あの、3個目をこれね、手を離す瞬間に抽選が決まる。はい、よいしょ。さあ来いよ。さあどっちの攻撃。はい、次ですね。来るよ、青オーラ来い、青オーラ来い。あー、やばい。ラオの攻撃です。で、ラオの攻撃が何かによって決まります。はい、パンチ、キック、豪勝派。次です。よしよしよし、パンチならかわせるんじゃないか。はい、よっしゃー、かわした。懐かしい。この川崎かっこいいですよね。そう、で、これで連チャン。最後のジャックを揃えるときに、その3つ、第3リールを離したときに抽選決まるじゃないですか。はい、終わったーで離すといいとかっていうなんか変な都市伝説も。やりましたね。はい、こんな感じ。これでやると、連チャンするよーとか同級生言ってたの。さあ、ケンシロウ攻撃来い。きたー。実在するんじゃねえか、あの実現。
こうやって話し。食らった。よし。あれこれ食らう食らわないありましたっけ？食らった方がいいです。食らった方がいいんですよね。はい、まさかこの台を栄光号で打ってるとはな。本当ですね。起点をフォワッターバーンします。来い来い来い、あやばい、パンチでお願いします、パンチでお願いします。あーキックだ、かわせ、うわやばい、これ雲が動いてたらいいんですよね、はい、立ち上がってくれ。ここですよ、雲、雲動いて止まってる。まだチャンスあります。はい、レバーを引いた時にリンが叫んでくれれば、はい、あベッドでしたっけ。そうです、緑3連でしたね。いやちょっと引き悪いね。そもそもゲームスタートからちょっとチェリーの引きも悪かったけどな。でもあの当たる直前のあの子役の落ちからしたら、はい、これ設定いいかもと思って続けますね。そうですね、とりあえずまあ下皿のメダルは全部打ち込みます。はい、ここで1個引きたいところですね。確かに。高設定ほどボーナス終わり、はい、高確率に落ちやすい。そうですね。だから終わってもすぐまたボーナスに入ったりとか。はい。チリ来い。私はタバコ吸いながらやってたもんな。そうですね。あ、落ちちゃったサウザーに。これ落ちちゃったかもわかんないですね。はい、これちゃんと進めた。これ本当6ですか？6ですよ。たまに店によっては設定確認できるとかありましたね。ああ、ありましたね、昔。まあ、今日は本当触りぐらいですけど、はい、はい、ここのコメントにこの北斗でどういう場面が見たいかとか。ああ、なるほどね。はい、ぜひ皆さんコメントお待ちします。その演出引くまで頑張るみたいなことですね。はい、いいかもしれないですよね。まあ一番見たいのはやっぱりでもラオウが焦点する、そうですね、20連させるっていうことですかね。あと中にはレインボーオーラが見たいとか言うな。ああ、北斗揃いみたいですね。北斗揃い見て、北斗揃いのあのテンパイした時のドガーンっていう音あるじゃないですか。確かに。あれが聞きたいですね。細かいのもいろいろ北斗百裂拳でニーチェが見たいとか。はいはいはい。大当たり中もトキが見たいとか。あったな。じゃあと20ゲームやらせてください、100まで。ちょっ
と悪のスタッフにも打たせてあげてもいいですか。やりたいの。しょうがないな。いいですよ。じゃあ、おい、しょうがない。じゃあ、スロットを打ちに来い、悪のスタッフ。来たな。北斗世代。はい、我々北斗世代です。いや、特別。いや、いいよ、じゃあ打って。あ、いいですか。はい、終わり。終わり。打って、ね、ちょっと、ね、短っ。デーリン、1デーリンまでやらせてください。え、1デーリンまでやらせてください。ワンデーリン。はい、打ったのに、もう打ったの、ね、1回だ。あ、でもこの感じありましたね。いたいた、ちっちゃい椅子もらってこう、友達にこうやって一人お金なくなっちゃった。お金なくなってた。寂しいやついたわ、ずっと見てるっていう。多分彼女ね、彼女、彼女、彼女を呼ぶやつもいたな。あれ、今でこそスマホとかいじってればいいけど、昔何してたんですかね、後ろで見てる人は。そうですね、たまに後ろの人の台も見て。あ、チャンス目ですね。お、もしかしたらもうちょいですか。いや、悪のスタッフは、はい、最高何連？31位です。すげえ。え、カノさん 何連でしたっけ。俺、はい、20。ちょうどちょうど20。ちょうど。お、あ、お、お、お、次が来た。リプレス、リプレス。俺77。お、77。あ、来た。いいですか。はい、いや、押します。いや、言って。いいですか。おお。さあ、こっから4分の1で当たりますよ。うん、さっきのチャンス目とかで広角まで行ってたら 100% なんですけどね。確かに77連した時って周りの雰囲気どうなんですか。あの店員さんとか。店員さんは何もなかったけど、周りにあのちょっと柄の悪い人たちの人だかりができて、おい、これいつまで続くんだよとかすげえ聞こえるんですよ、喋ってるのも。早く終わってほしかった。確かにちょっと恥ずかしい。逃げるようにして帰りました、終わったら。お、ついていきます。ユリア、マミヤ。マミヤだ。懐かしいな。あ、バット帰っちゃったよ。帰っちゃいましたね。あ、ちっちゃいな。水分日引いたのに静かだな。そうですね。そうですね。ちょっと悲しいな。これ、風入れてる時だったらめちゃくちゃヒリヒリタイムですよね。はい。日引いた後何も。ずっとこのステージ。変わらず。お、お、バイさん。ボタン。バイさんで振り向き。はい。でもちっちゃかったな。もっとぐるんと振り向かせたい。そうですね。あ、違う。化粧。あれ、これ何もなしの。もう32。嘘振ったかな。悪のスタッフは引きが弱いですね。引き弱いな。ちょっとそうですね、何も。エコーさんにお願いしますか。アンガールズのネタ見たくなってる。寄りで撮ってるから映ってないよ。考えてちゃんとカメラを。俺に座った、俺が座った途端に演出がすごいもん。そうですね。やっぱスター違います。そうですよ。
あ、来た。ジャギ来た。懐かしい。今第三停止でしたね。第三停止でコケ。ジャギステージが一番いいですね、なんか。そう。やっぱりモード上がってるっていう可能性もあるし、はい、で、この青空がね、はい、そうなんですよ。この間、サミーの人とこれやってもらってる間話してたんですけど、はい、あの、普通はいいステージほど暗くなっていく。ほう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 、確かに。はい。なんだけど、ジャギだけは青空で、それがすごい印象に残ってる。確かに。先に行ってるわよ。おっしゃってました、そうやって。確かにそうだ。オス版とかも夕方になったらなんかちょっと、うんうん、あ、上がってるかなとか、うん、ガッツだぜ森の石松も夜ステージだったらそう、全然覚えてないそういうの全然覚えてない。行かないですね。行かない。あ、スイカ来た。本当は技出してほしいところですよね。確かにね、うん、一応これ揃いました。そろそろバイトの時間が迫ってきてます。あの、リアルで言っていいですか。設定6っすよね、はい、バイト、バックれますマジでマジでバックれます。バックれる。一応連絡します。あの、一応変わってって誰かに言います、はい、ごめん、急なんだけど変わってくんない。います、北斗の6それも言うんですね。言います。もう絶対分かってくれるから、うん、それはしょうがないこのなんかおごるわみたいな。それでもダメだったらバックります。もうやめる覚悟ですね、はい、あー戻っちゃったよ。いや一日中打ってられるわ待って、だって今まではなホールではなかった、はい、お酒飲みながらとかもできるわけですもんね。そうなんですよ。もういや俺正月ずっとこれでいいよはもうダメだ、止まんなくなっちゃうちょうどやめたところが222ね。お誕生日。はい、誕生日でした。はい、どうでしたか。いやこのね指の感覚ね、ベッドボタンを押してる、レバー叩いてる、あたんあたん、懐かしかったな楽しいし、なんかあの青春時代を思い出しました。必死だったな。でもめちゃめちゃショック受けたこともあるし、めちゃくちゃ喜んだこともあるし、まあ笑ったり泣いたりしてましたね。それがなんかちょっと思い出してきましたけども、まあ今度はちょっと長く、たっぷりと打ちたいと思います。そのためには皆さんのコメント、出したい見てみたい演出、書き込んでください。そうですね、頑張りますんで。いつでも設定6打てるってもう夢みたいな話ですね。最高ですよまずあの店員が持ってるこの鍵を俺が持ってるそれで設定変えられますか。これ設定変えますか。ブラさん、あれ欲しい、店員のこの腰のやつこれ欲しいってすげえ思ってたもん。これ持ってますから。はい、ということでぜひとも皆さん、はい、コメントの方お待ちしております。またお会いしましょう。さようなら。チャンネル登録、いいねボタンよろしく。